まずは初回です。ランナー二塁一塁とチャンスを作って今日3番の足立、伊藤将司をこのボールを捉えて、これがタイムリーヒット、2ホームに帰ってきます。1点先制。ただ伊藤将司もこの後のピンチを脱しました。バファローズ1点先制です。さあ2回、バファローズ竹安から大山がヒット、昨日2安打、今日もヒット打ちます大山。続くバッターサーンズ、ここは引っ掛けてサードゴロ、543と渡って併殺だ。チャンス生かせません。さあ4回のタイガースです。ここはランナー置いて落ちるボールを佐藤輝明ライト前に運んでチャンスを広げます。ワンアウトランナー二塁一塁とチャンス広がって、さあバッターは4番の大山というシーンです。4回の表、ここで大山はショート正面、643の併殺だ。その裏バファローズは先頭バッター杉本、伊藤のボールを捉えて打球はセンターオーバー、これがホームランです。2対0バファローズリードを広げました。杉本らしい豪快な一発、センターに持っていきました。これで2点目。5回の表、タイガースランナー出すんですが、ここは糸井がセカンドゴロ併殺だ。タイガースはもう前半だけでこのゲッツーが3つありました。なかなかチャンス生かせません。6回です、まあ、ここはチャンスを作ってランナー2人出て、バッターは佐藤という場面、最後はバットが回ってスイングアウトの三振、山田が佐藤を抑えました。しかし7回の表、漆原からチャンスを作ってバッター代打原口、ストレートを捉えてライナーでレフトオーバー、逆転のスリーランホームラン、これで3対2、タイガースのゲームをひっくり返します。まあ、今シーズンの実質第1号のホームランです原口、まあ、この一振りでゲームをひっくり返したタイガースではあるんですが、しかし7回ゲームが動きます。7回はタイガース代わった小林を攻めてランナー三塁一塁、福田周平、打球はレフトへ、板山飛び込んでいくんですが取れません、打球がレフト線、転がっていく間にランナー2人がホームに帰って、これで逆転。さらにバッターランナーの福田もホームに帰ってきました、ランニングホームラン、これで5対3、ホームランの応酬という形で7回ゲーム動きました。さらには8回です、ランナー満塁、岩田を攻めたバファローズ、今日最初のバッターボックス伏見が返球捉えてうまくレフトの左へ、これがタイムリーツーベース、ランナー2人がホームに帰ってきました。これで7対3、その後頓宮にも犠牲フライが生まれました。この8回にバファローズ3点を取ります。8対3とリードを広げました。9回は富山がマウンドに上がって最後のバッター山本を打ち取って試合終了、8対3でバファローズがタイガースを下しています、という今日のゲームでした。
まあ、終盤は点の取り合い。